にちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は5月19日にサプライズでゲームパスに追加されたタイトルと、6月に新たにゲームパスに追加されるタイトルをご紹介します。この時期はゲームのお披露目イベントが多数開催されるので、普段とは違って突然こうして発表されることもありますね。それではどうぞ。スープラランド6インチーズアンダー、5月19日に発表され、突如サプライズとしてゲームパスに追加されました。ポータルやゼルダ、メトロイドなどの要素をミックスした 3D 一人称型のメトロイドバニア。今作は以前ゲームパスに対応していた名作スープラランドの続編で、もともとは1の DLC として制作していた作品が、スケールがどんどん大きくなってしまい、全く新しい世界とたくさんの新システムやギミックを用意しているため、 DLC ではなく一つの作品としてリリースしたとのことです。開発元としてはコンパクトなボリュームでありつつも、前作からの正当進化でスープラランド 1.5 と見てくださいと歌っています。ゲームプレイの大まかな比率は、探索 55%、 パズル 40%、 戦闘 5% ほどとなっているとのことで、探索し謎を解き自身を強化していくメトロイドバニアの楽しさが詰まった名作なので、ぜひ皆さん遊んでみてください。パワーワールドパイオニア、5月30日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。本作は XBOX 公式の方から発表されたゲームパス追加リストには掲載されていませんでしたが、問題なく5月30日にリリース予定と制作元が明かしています。一人またはフレンドと一緒に楽しめる 2D のグラフィックで作られたオープンワールド型の SF サンドボックスゲーム。最大32人までの協力プレイに対応しており、未知の惑星で共同でクラフトや建設、採掘、農業を行うことができます。惑星の種類も複数用意されていて、素材を集めて宇宙船を完成させ、別の惑星へと移動して新たな探索を楽しんでいくといったゲームの内容となっています。数百種類のアイテムを作ることが可能で、重火器を手にダンジョンの探索を楽しむこともできます。カービン銃やランチャー、エネルギー兵器まで、あらゆる兵器を使用できるとのことで、他のサンドボックス型のゲームと比べると武器種へのこだわりが感じられますね。また今作はローンチ時から日本語への対応も行われるとのことです。プレイヤーズ X、6月1日発売予定。発売日初日からゲームパスに対応します。1990年代のクラシックなグラフィックで作られた FPS ゲーム。弾薬表現に力を入れていて、様々な武器を扱い、スピード感あふれる戦闘を楽しむことができるとのことです。ドルドーニュ、6月13日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。手書きの水彩で描かれた夏の風景を探索することができるアドベンチャーゲーム。主人公ミミとして家族との過去の記憶を辿っていき、ノスタルジックで感動的な思い出を冒険していくことができます。コンパクトなゲームボリュームとのことですが、以前にもゲームパスに対応していたメモワールブルーのような短時間で心に残るような体験ができると嬉しいですね。また5月にリリースされ、発売日初日からゲームパスに対応しているレイブンロックが、今年の夏のアップデートで新たに日本語に対応することが発表されています。本作は不思議の国のアリスを題材にしたボクセル調のグラフィックで作られたアクション RPG で、リリース当初には日本語は含まれておらず、また前作のエコージェネレーションズもゲームパスに対応しつつも日本語には未対応だったため、日本語対応は望み薄かなと思っていたのですが、まさかの嬉しい発表となりましたね。
日本語対応嬉しい方多いのではないでしょうか。夏のアップデートが楽しみですね。ということで、今回はサプライズでゲームパスに追加されたタイトルや6月のゲームパス追加情報をお届けしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。